里崎チャンネル。ジョッ。さっさ。うん。大変なことです。なんでや。大変大変なこと。大変なこと起きたんですよ。何？手紙、お手紙が届いてます。なんかやましいことしません？してねえよ。大丈夫ですか？大体あの、あったら直接来るやろ。ファンレター。マジ。ファンレターですか？果たし状って書いてるんですよ。今三国志からの果たし状。里崎チャンネル。里崎智也殿。6月8日決闘を申し込む。貴殿のファンを何人集めても構わない。万全の状態を持って挑めよ。追伸、いつも見てます。袴田さんのファンです。何言うとんねんお前。どういうこと？何、今三国志から。はい。でみんなでグループ組んでいくんだよね。そうです、そうです、そうです。でそれで何人集めてもいいから攻めてこいってこと？そうですよ。お、面白そうだね。まあ、どんなんよ、どんなんよ。それをやってもらいますよ今日。そうなん、はい、ゲーム、ゲームです。携帯、はい、アプリと、アプリです。どんなん見せてよ。ゲームスタート。男と女ある。おお。ネーム入力。じゃあ進んでいきましょう。あ、これなんか好きなとこ選べんで。推薦のところがいいのかな。聖主。数百年も過ぎた。映画や。本当にやる。うん。調整を支配した。従わなきゃ不行した。すごいな最近のゲームは。あ、これが俺の。え、もうすごい外に。なんか攻められてるけど、いきなり募集。あ、これ募集っていうやつがガチャ的なやつか。そうです。な。混んで今度、あ、ちょっと最初はこのタップしながら順番にやっていくんや、はい、入場。すごいなグラフィック。レベルアップ、レベルアップしてる。で軍団編成、俺も一応欲しいんだ。出撃。なぜか首相が今引いた光月影ってやつで副将が俺なんだけど。このあの一括配置。土地を選択して部隊を進めてください。対戦。武将を攻撃する。敵側衝撃やしたら勝利となります。すごいよ、めっちゃあの陣形動いて武将とか動いてるよ。おお、すごい攻めていってる。おお、すごい。おお。すごいよこれ。倒れていってんもん。あ、勝ったわ。でもやっぱあれやろ、ガチャやろ。やっぱすぐ強くなるのはやっぱり。あ、無料ガチャあるよ。ガチャが毎日2回無料ガチャがあるのと、10連ガチャが毎日2回半額でできるんですよ、うん、なのであの無料でもその通常の石の半額半分で20円できるので、うんうん、もっとあと25回ガチャ、うん、ガチャしたら絶対最高レア武将が手に入るっていう、うん、なんで結構アプリとかだとどんだけ回しても出ないとかあると思うんですけど、うん、そこがなくてちゃんと天井が組まれてるっていう。確定があるのね。そうです。ああいいね。
俺一回やっちゃってるからね。はい、あえ、じゃあ無料やっとく、とりあえず。そうです、そうですか。あの孔明やな、諸葛諸葛孔明やろ、やっぱ俺はやっぱり諸葛孔明、うん、諸葛孔明行こう。名称はいくつの星が名称なの？5です。5、5ね、5狙いね。5狙いで4、いきなりいいね、4つで2回目これで10回ってことやろ。おお、5、英明な君主、曹丕ですね。曹丕、曹操の息子です。あ、いいの。おー、流れいいね。ほら、4、2個来て、いいね。お、お、来たよ。関東、おー、弓の名手来たよ。視界に届き、九州を総括し、醤油的な感じの醤油的な。これ、あー、ロシュク、うん、ロシュク、有名、有名です、有名です。おー、すごいの。すごいです。へ、まあまあ、じゃあこれでいっか。はい、とりあえずは。じゃあ軍団編成しよう。ほら、いっぱいいるって。いいね。この宿、承知いたしました。山とかもすごいな。ちょっと他見に行ってみよう。隣にアンズさんいる。こうやっているんだね。そうです。で、そのゲーム内に連盟っていうグループを作れるので、うん、そこで里崎さんのファンの方にその連盟に入ってもらって、うん、みんなで一丸になって城を倒そうっていう挑戦状ってこと。そうです。おほほほ、果たし状か。いいね。じゃあこれちょっとレベルとりあえずやっていって、はい、で、ファン集めてで攻めていこう。高松さんのファンとか抜かしよるからガツンと。さあ、ということで武将の育成も終わり、朝9時にね攻めようとしたんですけども、あの人が集まらなくて、あのままやっちゃっても人が少なすぎて工場成功しないっていうことでちょっと諦めてですね、その日の夜にですねやり直したんですよ。もう一回集合っつって、でそれを自宅で取ってきたんで、まず最初に向上した結果をご覧ください。落としたのか落とせなかったのか、どうぞ。さあ、ということでね、まあ、21時に、まあ、進軍開始ということでみんなに集まってもらってて、お、ゆうさん、お、おさん、クッキーさん、ひなさん、まぐおさん、いいね、いいね、いいね、集まってきてるね。ここから、お、向上開始。まずこれで向上をどうかご安心を。いいね、いいね。関東、攻めていってる、攻めていってる。自分もそれに惑わされ。おお、火ついてるやん、火ついてるやん。結構いい感じで攻めれてんじゃん。そしてここで前回引いたこの醤油を進軍。いけ。おいって、おっと、え、そっこ、あれもうひなさんとか、おい、もう帰ってるやん。よし、いけ、大凶、攻めていこう。そっから進軍していこう。さあ、攻めて、ドーン、あれ、おお、え、要は平和に、ぶつかった瞬間、これ何、もう敗退してるで、みんな、なんか失敗してて出てるよ。おさん、おさん行って信号、あ、はい、ということでどうですか皆さん、見てくれました？超強い相手が見ました。もう一瞬で人が城になった瞬間にこけて帰ります。難しいね、工場。簡単にいけると思ったら、でもこのまま終われないじゃん。あと、あの里崎連合、ち、弱いね、はい、弱い。果たし状ダメでしたね。ね、果たし状来たのにね、はい、でもやっぱ工場成功したいやん、さすがに、はい、だからもう一つの方法はね、このゲームなんか州で分かれてるので、はい、今俺がいる中の州で一番強い連盟の人たちにそこ入ろう。乗っかっちゃうから、ね、そこ一緒じゃん、はい、要はそれをもう取ってるんですか。取ってる。お、そうそう、今のはダメだってやつよ、はい、はい、ポーなってたよ。城の HP 1ミリも減ってなかったで、あの甘く見たわ。三国志よ、こっからやな。その工場落とせたかどうか。
ご覧ください。さあということで今回はですね、この州の強い連盟に入って攻撃ということで、人の数が全然違う。これは前回より、それ前回負けるな、圧倒で3分の1ぐらいしかいなかったよ前回。今回こっから全員で工場開始。やっぱめっちゃ打ち込んでる、槍とかなんか爆弾的なやつとか。全然前回と違って城に当たっても誰も倒れてないじゃん。おお、どんどん減ってる減ってる減ってる。お、もうすぐ半分になる。前回城の HP1 ミリも減らなかったのに。いいね、もう取り囲んでるじゃん。もうこれは負けへんな、圧倒的戦力。お、もうあと1000ぐらいしかない。お、勝ったな。お、めっちゃ感じいいね、制圧。これみんながね、戦い終わって帰っていくんだよ。こういう帰り方したかったよね。前も悲惨な帰り方だったもん。勝利の雄たけび上げてるよね。これが工場成功なんだね。全然違うね前回と。これ城を倒したら全員に報酬あるんだよね。結構あるね。しかもめっちゃもらえるやん。これいいね。さあということで皆さんご覧いただきましたか。工場成功です。さすがに強いね。強かったですね。人の数が圧倒的違うやん。俺マジビビったで。最初の時はあ、これぐらいでもいけるんだと思ったら全然いけんやん。そっこ負けてるやん。しかも城の HP1 ミリも減らなくどんどん減っていくわけ。しかも全部なんか矢とかめっちゃ飛んでいくやん。やばくない？しかも勝ったらよ、報酬めっちゃくれんねん。あれでまたガチャとかできるやん。そう考えたら佐々木連合もあれぐらい人来てほしかったよね。せっかくみんな協力してくれたのに1ミリで負けたもんね。すぐでしょ。申し訳ないね。まあということでね、今回アルチョーサゲームズさん果たし状成功やろ。これはもう成功としますか。なあ、だって工場は成功してるやん。まあ、ゲームやってきたけどやっぱりいいなと思うところはグラフィックスが細かいの。すごいですね、細かい、はい、そのなんか全体像だけじゃなくて矢の一本から最後なんか爆弾みたいな石とか、はい、あと火とか燃えてるのとか、あの細かいね、武将とかも。そう考えるとなんかこう見てても引き込まれていくな。でなんか資料によるとよ、ちょっと調べたんだけど、なんか俺の資料によると四川省のなんか成都市の博物館と一緒に武将の衣装とかも考えたらしい。中国の全国武術大会で優勝した人の動きをなんかモーションキャプチャーみたいなのつけて、でそのままその動きで動きを取ってその武将の動きに取り入れてるわけ。だから150人ぐらい取ってるから全員違う動きをするわけよ。発展したね時代も。コンピューターだけじゃない、モーションキャプチャーつけてフーってやってんだよ。すごいね、リアルな。そう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 、だから多分細かくてリアルなんだよ。あとこのなんか成都市の博物館のそこの一緒にその衣装とかも細かく本物を現実的なものにしてグラフィックスを落とし込んでやってるわけだから、全部が多分リアルなんだよね。であとなんか他の戦略ゲームと違って陣地を広げないと動けないっていうのがないところも、すごいなんか広いマップで自由に移動できて幅ができて、あとこう見るのもこうなんないで広い視野で見れるのも見やすいよね。そういった意味でも果たし状もできたし、いいところも見れたし、あとなんかちょっと調べたらすごいなんか緻密に細かくやってるなっていうのも分かったから、やっぱ三国志奥深いな。すごいですね、うん。あと醤油じゃないらしいよ、ロシク忘れずにね。まあ俺だけかもわかんないけど、ということで今回ね、今三国志プレイしてきたわけですけども、まあ面白かったね。ダメな理由も分かったし、勝つ理由も分かったから、どういうのがダメでどういうのがいいっていう、このいいとこばっかりじゃなくてできないところも見れたから逆に面白かったね、はい。やっぱこうやったらダメなんですよっていうのをね見せれたのもやっぱ大事だと思うんだよ。今ね自粛コロナ禍でねってなった時に家で遊んでもらったりね、三国志の勉強にもなるし、そういった専門家の人たちが動きとかあと衣装とかこだわってやってるから、それ見るだけでもその三国志好きな人はめっちゃいいと思うの、プレイしてもらいたいと思いますね。工場の難しさを体験してみろ。笑ってた皆さん
難しいんだって。ということで皆さんぜひダウンロードしてください。詳細はですね概要欄含みこちらありますからね、皆さんもぜひ佐々木と一緒に工場成功させましょう。そして楽しんで三国志をより一層知ってですね、今のなかなか難しい世の中をねエンジョイして遊んでいきましょう。ダウンロード忘れずに、今三国志プレイでした。